何？あいつに言いたいけど。ねえ、これ飛ばせる？多分。やったそれ。よっしゃ、あっち。遺跡に入ったらパルスのルシにされるかも。やっぱり僕よろしく。何やってんだ。行きます。あぶれ。やめろ。戻れって。おい。パルスはパルス、私たちの運命と未来が縛られた。やっぱりいないか。いたら変ですよ。ん？兵隊だってファルシに近づくわけがない。パルスのルシにされたらおしまいなんだ。何それ。知らないんですか、あなた。バニラ。え？名前。そっちは？ホープ。どうも。なんで来ちゃったんだろう。とりあえずあいつ探そう。これこれ。バニラさん、どこへ？どう？どうって…えい！やあ！怖くないんですか？ないかな。本当に知らないんだ。パルスのファルシとルシは敵だから国運から追い出す。ファルシの近くに住んでいた人も一緒にパルスに放り出す。パージってそういうことでしょ。ここにいたら僕らもパルスにパージされて。だから何？何って、パルスは地獄なのに。ふん。落ち着け、ホープ。ごまかさないでよ。聞こえるか？俺だ！どこにいるんだ！
頑張れよセラ、もうすぐヒーロー参上だ。お、あれをどうにかしろってことか。待っててくれセラ。まだ開かねえのか。やっぱ無理なんてねえの。拒んでいるのか。え？拒んだのは私の方か。耳を塞げ。バカバカ。いいぞ。私が悪かった。開けてくれ。頼む。なあ、どうやったんだ。また無視かよ。兵器だけじゃなくてよ、兵士も残ってるかもな。そいつらもうルシンになってるよな。人間じゃないんだよな。国運の敵パルスのルシ、始末しねえとな。次はあれかい。どうだい。よし、行くぞ。待ってろよ、ヒーロー参上だ。待ってろよ、ヒーロー参上だ。何がヒーローだ。ここに来るよ。どうします。言いたいこと言いなよ。でも言ったって母さんは。逃げたっていいけど。
命を果たせなかったルシはこうなるの。もう大丈夫だ。なんでこんなところに。早く逃げろ。分かった。歩けねえなら隠れて待ってろ。セラーを助けたら一緒に逃げよう。うちに返してやるからな。この待って、セラーって俺の嫁さん、未来のだけどな、パルスのルシだ。ファルシに捕まってこの遺跡にいる。助けてくるから待っててくれ。なんだよそれ、ルシを助けるってなんだよ。あいつら敵だろ。敵は助けるのになんで、なんでおかしいよ。そうだな、ごめんなバカでさ。じゃあな。あいつが戻るまで待って助けてもらう。誰があいつなんかに巻き込まれてばっかりだ。一昨日ファルシが見つかった時ボーダムに行っただけなのに、軍隊に捕まってパージされて、あいつのせいで母さんが。ああ、みんな守るんだっけな。何がセラだよ。よっ。一緒に行こう。直接文句言いなよ。言うこと言わないとずっと苦しいから。よし、